ロシア軍がドニプロ川を渡るために利用しているフェリーや拠点を破壊したという情報を入手したよ。ウクライナは徹底して戦略的な攻撃を仕掛けているね。相手の力量を十分に把握して、効率的な攻撃を仕掛ける様子はさすがだね。そうだね。さて今回は南部地方で徐々にウクライナ軍が反転攻勢していることに対して追い詰められて逃げることができなくなったロシア軍について、詳しく解説していくよ。追い詰められて逃げることができなくなったロシア軍について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2022年9月に入って、ウクライナ軍は南部のヘルソン州を占拠しているロシア軍に対して反攻を開始し、州都であるヘルソン市に向けて北西と南西の2方向において攻勢を強めていることを、アメリカのニューヨークタイムズ紙が報じており、これまでのところウクライナ軍は一部の陣地を回復させたが、ロシア軍も砲撃などにより激しく抵抗したり、一方で反ロシア勢力がロシア軍を戦地後方で混乱させるレジスタンス活動を展開したりしているんだ。9月2日、ウクライナ軍の南部作戦管区においてヘルソン市近郊のベリスラフ地区の村近くにある、ドニプロ川を溶かするための架橋用のバージをつなぎ合わせたフェリーと呼ぶものが発着するための施設を、ミサイルや榴弾砲などで攻撃破壊したほか、ロシア軍が駐屯している2つの地域を攻めたことを明らかにしたよ。ウクライナ軍はヘルソン州内において51の集落を奪還したと発表しているが、依然33の集落の電力は失われて停電が続いていることも明らかにしており、そこのベリスラフ地区においてロシア軍の弾薬が集積されている施設を攻撃して破壊し、ロシア軍のスホイ25が撃墜されるなど、ウクライナ軍がロシア軍に対して多大なる損害を与えたと、アメリカの CNN が報じているが、この情報の検証は定かではないとしているよ。またロイター通信の方では、ヘルソン州の西隣のムイコラーエウ州のキム知事が、自治区にて激しい戦闘が続いていることを地元のメディアに語っており、イギリスの国防省でも8月31日、ウクライナ軍が南部ヘルソン州の複数の地点でロシア軍を後退させたことを明確にし、ウクライナ軍がロシア軍に対して有利に戦闘を展開している模様を伝えているね。このウクライナ軍の反転攻勢に対して、ロシア軍が南部における兵員不足を補うために、部分動員による予備役の招集と、現在東部ドンバス地方に展開している部隊を移動させる可能性が高まってきているみたい。ロシア軍がウクライナへの侵攻を始めて以来、兵員に多大な損害が出ていることは紛れもない事実なんだけど、アメリカの政府当局者がロイター通信に語ったところによると、ロシア軍が契約軍人の募集にも力を入れていることが分かったよ。また準軍事組織と呼ばれる民間軍事会社のワグネルが、ロシア国内の刑務所の囚人に恩赦や報酬を約束して、兵士の募集をかけていた話も出ていたが、今はロシア軍そのものがウクライナで有罪判決を受けた犯罪者を対象として、恩赦や金銭的な保障と引き換えにロシア兵として採用することを計画していると言われており、それが実行される可能性も高まってきているよ。ますます過激な組織になっちゃいそうだよね。西側諸国にあるメディアの報道によると、ロシア国防省が負傷して後方に下げられた負傷兵に対して、前線復帰を強要したり、ワグネルに多額の資金を委ねて東部ドンバス地方などで徴兵させたりするなど、なりふり構わず砲塔を尽くして兵員集めを実施しているとされているが、その約束される内容について話を聞くと、特に報奨金に関しては囚人だった兵士が戦死した場合には、契約自体がなかったことにされて支払われることはないだろうとする見方が多いみたい。イギリス国防省が9月4日に発表した告示によると、ウクライナに侵攻しているロシア軍兵士に対して、十分な給与が支払われておらず、兵士たちの不満が高まっていて士気が非常に低下していると言われており、正規軍の自国兵隊に対しても給与を払えないほどロシア軍の戦費が枯渇している可能性が指摘されているからなんだ。もともとロシア軍の兵士には俸給に加えて、様々な名目でボーナスや手当が支給されることになっていたが、もしかするとウクライナに派遣されている兵には戦時ボーナスが支払われていない可能性が非常に高いと言われているよ。
命がけで戦場に出向いても、それに見合った金額が支払われないなんてかわいそうだよね。この件に関してイギリス国防省は、ロシア軍における非効率な官僚機構や上級司令官の間にはびこる、汚職などの腐敗が原因だと指摘した上で、ロシア軍は給与の他に支給されるべき制服や武器、食料などの基本軍需物資の供給が恒常的に不足しており、これらのことが間違いなく多くのロシア正規軍部隊の士気の低下に影響していると強調したよ。同じく9月4日の前週から開始されている南部ヘルソン州を中心とした集落奪還作戦が進展を見せていて、ウクライナのゼレンスキー大統領は東部ドンバス地方ドネツク州の一つの集落と、南部の2つの集落をロシア軍から解放したことをメディアの場で明らかにしたんだ。その他に東部ドンバス地方ルハンシク州のリシチャンスク方面においても、ウクライナ軍の作戦が目標をほぼ達成したとも述べているが、ゼレンスキー大統領は奪還した地域に関しては詳細を明確にせず、4日に開かれた会議の場で軍司令部や情報機関トップから、良い報告があったと話しただけで奪還した日時なども明らかにしなかったみたい。しかし、ティモシェンコ大統領府副長官がこのゼレンスキー大統領の発表より先に、Facebook において奪還した南部村落にある建物の屋上に、ウクライナ国旗を掲揚した3人の兵士の写真を投稿して、ウクライナヘルソン地方ビソコピリア、本日と場所に関して明らかにして、威勢よくウクライナ軍がヘルソン州で反攻に転じたと言っているんだけど、この半年間での兵力の損耗はロシア軍と同様に大きいことは間違いなく、やはり兵力不足にも悩んでいると指摘されているよ。やはりロシア軍を自国領土から追い払うには、西側諸国から相当量の最新兵器の供与を受け続けたとしても、兵士の戦力化訓練にかなりの時間が必要になると見られており、今回の反攻に関しても、従来のようにアメリカやイギリスなどから供与されたハイマースや M270 などの多連装ロケット砲システム MLRS から発射される長射程 GPS 誘導ロケット弾によって、ロシア軍の後方の補給路や弾薬燃料物資の集積基地及び、司令部などを攻撃して疲弊させて叩くという戦法を取るものと見積もられているね。総動員令をかければ膨大な数の兵士を供給できるロシアと違い、現状の動員が最大値とされるウクライナとしては攻勢をかけたとして、失敗して地上部隊が壊滅するようなことになってしまうと、挽回することはほぼ不可能となってロシアに降伏するより他に道がなくなってしまう恐れも懸念しており、それらのことからゼレンスキー大統領以下のウクライナ政府とウクライナ軍は、さらなる長期戦も視野に入れて慎重に奪還作戦を進めていくという見方が強まっているよ。アメリカが主導する NATO 加盟国による地上兵力による参戦や支援がない以上、ウクライナは自国民を総動員令かけて戦うより他に打つ手がなくなるんだけど、総人口がロシアの3分の1にも満たないことから反攻が失敗してしまえば、そこで妥協して不利な内容であったとしても停戦協定を結ぶしか道がなくなるのも否めないよね。そして8月24日のウクライナ独立記念日にゼレンスキー大統領は、クリミア半島からロシアを追い出すとの決意を表明しており、奪回するまで戦い続けることを強く主張したよ。また、ウクライナのエミネ・ジャパロワ第一外務次官は共同通信の単独取材に対して、2月24日に開始したロシアの侵略によって、クリミア半島に関するウクライナ世論が世界的に一変したと指摘し、クリミア半島を含む全領土を取り戻す必要性を強調し、2014年に一方的にロシアによって奪われたクリミア半島を領土として奪還することでは妥協はしないと明言しており、ロシアとの停戦交渉を断固拒否としたため、侵略戦争が一層長期化することが見込まれているみたい。続けてジャパロワ氏はウクライナ国民は、2月24日にロシアの侵略が開始されるまで、軍事力でクリミアを取り戻すことを真剣に考えたことはなかった。しかし、これまでのロシアに対する外交努力は何の成果も出せず、ロシアが攻め込んできたことで、全てが一変したと説明しており、ロシアの侵略行為がウクライナ国民の愛国心を焚きつけたと指摘し、クリミア半島を奪還するまで妥協はありえないとの姿勢を強く示しているね。それじゃあ今回はこの辺で、
よかったら、チャンネル登録してね。